よし、続きやっていきます。第27話、狙撃部隊。エイラに引き切られた侵略生物ベータの群れを確認。ベータってクモのやつよね。場所は避難済みの区域ですが、市街地まではたった数キロ距離です。この場所で駆除しなければなりません。怪物駆除チームのを現地に派遣しました。遠距離からのライフル射撃で殲滅する作戦です。怪物駆除チームに合流、支援してくださいということで、おとなしくスナイパー武器持ってきました。で、新しいの出てます。ドゥンケル N202 ですね。うん、なんか肯定機出しそうな名前なんですけど、うん、で、相方が MRQ8 ファングってことで、一発特化のやつですね。で、このドゥンケル肯定機は、なんか連射できる系？なんかアサルトライフルのスナイプとか書いてありましたね。まあ行きましょう。また初めて使えます。いい加減このやり方やめた方がいいと思うけど。にしても、対クモか。それで狙撃？まあ、味方もいてた感じだから。ひどくない？この武器。あ、カエルもおるやん。いや、肯定機話にならん。話にならん。マジで。マジ話にならん。出たなりやからかな。いや、もう片っぽの方にしときゃよかった。頭。いや、ちょっと、片方がひどすぎるな。思ったとこ一個も飛んでなかったぞ。頭いただきます。これ楽しいけど、リロード長いな。仲間にお願いしていいんかな。もうしっかり頭取れる。で、あっちで結構仲間ある。仲間にしといた方、どういう意味？長篠？長篠って武田軍やったやつか。ああ、そっかそっか。種ヶ島の連、何、なんて名前してたっけ、連続で撃つやつ。あれをやったやつですよね、長篠。で、武田の騎馬兵団を打ち破ったやつ。なんかあそこに乗り物出てない？軽トラ？何これ？トラックや。え？おい、動かんけど。ちょ、待って、なんで、この時間何？やべえことなってる。ドゥンケル使ってみる？やばいことになってる。武田の騎馬軍に飲まれとる、完全に。おー、ショットガンみたいな使い方だったやん、結局。あー、近接いるなー、これ。あ、ドゥンケル。ドゥンケル。回復して。いや。いや、一応味方結構おる。短期決戦マップか。いや、もうドゥンケルが全然違う使い方になっとる。あー、早く。ドゥンケル全然当たらん。いや、この距離じゃないともうただのショットガンや。まあまあ減ったけど、したいでも減らして、味方も優秀か。あ、やべ、来る。モロトル。まだ、てか湧いてない？奥湧いてない？ドゥンケル。ドゥンケル、あ、まずい。やばい、湧いとるな。また雲か。雲が、いや、かなりの量おるぞ、奥。あー、くそ。しっかり回り込まれた。まずドゥンケル、味方は？いや、これもう無理か。いや、かなりできおるぞ。狙撃マップ、近接ないと無理やな。あー、はい、真面目に武器選んできました。
連射もしやすいやつっすね。この距離届いてない、当たってないな。あ、いや結構遠いんだ、よく見たら遠いか。あ、だだ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 。近接武器も取ってきたので、あー、カエル取った。めちゃくちゃ平気で受け取るな。クモ取った、あ、取ったっぽい。クモは俺の係でいいよ。クモじゃない、カエルは俺の係でいいよ。あ、もうこんな近い。ちょっと腕狙うか。やばい、やばい。いや、クモじゃない、カエル取っとかん。なんか、あ、この距離ならもう当たるわ、取ったくせ。いや、あとはもう肉壁とかを利用しながらしっかり取っていく感じやな。あー、しっかり真面目にやる。リロードもこのタイミングで知って、端から落としていく、端から落としていく。回り込まれないように端から落とし込まれる。うん、ジガジガジ、いい感じ。リロード、うわ、くそ、上からフラッシュきやがる。あ、前が回った、口が回らん。回り込まれとる。ちょっと背中の裏取りたいな。こう、よしよしよし、背中は気にせんでいい状況を作る。でもさっきより全然マシ。あー、よく狙ってくるね。あー、後ろ湧いた、後ろ湧いた。早くリロードしてください。くー、スナイプ武器は絶対なんかアサルト2本持ちの方がいい気もしてきたな。あ、でもリロードは武器出しとかんな。リロード戦士ね、やべえ、やばいやばいやばい、これはまずい、まずいな、まずい。ごめん、アイテムすごいな。リロードしながら回復、いや、そんなゆっくり拾ってる場合じゃない。声がすごいな、お前ら頑張れ。あ、ごめんなさい。あ、まだ結構生きとる。ちょ、こうやってしっかり前転かまして、電柱リロードして、俺が無事に返すやる。遠目、あ、これもやっぱ使いやすいか、確実に減らせる。ちょっと断末魔がえぐいな。当たっとる。仲間が一応一人おるな。うわー、きつい。いや、この感じならまだやれそう。やばい、マップの端まで行くとつらいな。死んだな。あー、避けて。あー、待った、もう、よし。あー、すごい数やな。ちょっとカーブかけるか。やべえ、設定なくない？あ、川あんだか、ここ。あー、この程度か。あー、くっそ、ちょっと逃げよう、ちょっと逃げて。まだいけんようでもないか。は、まだ湧いた、うそ。この状況見てくれとる、今じゃないやろ湧くの。いや、これどうしたもんかな。いや、狙撃って全然狙撃感ないけど。うっそ、どうしたもん。いや、帰るかよ。ちょ、待って、お前まだ今違うやろ。いや、
ばいやばい、めちゃくちゃ真っ赤っかやけど。邪魔邪魔、帰る、マジ邪魔。いやいや、それどころじゃない、マジで。どうしよう、どうしよう。いやー、この戦い方で合っとるんかな。一応最終フェーズ、まあ、さっき死んだとこを今やってるんですけど、出てきた後ですね。いや、このビッグキャノンを散らすだけでいい感じで、味方全部いったか。カエルめんどくせ、ここ。まあダイバーちゃんなんで逃げれるし、離れてしまえば結構燃費ですよね、このビッグキャノン。カエルメインでどう、まだか、2匹おるな、カエル。いや、いける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 、しっかり貯めて、貯めてしまえばもう回復するから。ここダメか、いやいや当たった、いやダメか、貯めてしまえば飛べるから、もうこの塊に打っても面白い。ん、うまいこと、なんかブレていったな。あと雲だけか、ここでさすがに最終でしょ。やべ、調子乗ったみたいな、あれ最悪、一番やったらダメなやつ、中途半端なやつって打ちがちなんすよね。危ない、ただカエルさんおらんくなったし、ここ、うん、これ来たんじゃない、さすがに最初やろ。今までなんか重なるように出てきとったしね。めちゃくちゃアイテム押しとるぞ、ここ。下手したら全滅しかねえんな。いや、だいぶ減っとる。ボーリングのピンのように減っとる。どこだ、ここ、一体だけか。いや、もうそこまで気にせんくてもいいかも。あと3匹。あと2匹。いや、さすがにちょっと回収しようかな。これはひどいわ。めちゃくちゃ落ちとるもん。はい。ちょっと行ってきます。よし。こんなもんかな。うん。見事に赤と緑が消えましたね。じゃあ、飛びっきりのやつをお見舞いして、締めましょうか。上から、ズドンよ!おっしゃ!いや、結構時間かかったぞ。またあなたですか?あ、ポストか、あれ。あ、俺のこと?あ、私のこと?今日も一人ぼっちだ。夕日が眩しい。